外に出てるの疲れるな。明日はずっと引きこもろっと。あれ？なんか寒気が。何？今日は随分と遅かったですな。それは私に死ねと。ヒューベルトさん。ええ、ヒューベルトです。貴殿に聞きたいことがありましてね。何のことでしょう。ベルはやましいことなんて何も。最近夜中に鋭利な突起物を持って歩き回る者が目撃されています。奇妙な笑い声、月夜にきらめく針、そして開け閉めされる貴殿の部屋の扉。それは刺繍を捨ててついそのまま。やはり貴殿だったようですね。となれば私の行うべきことは一つ。逃がしませんよ。もうダメ。走れない。瞬発力はなかなかでしたが、やはり引きこもっていると持久力がつきませんな。それでは務めを果たさせてもらいましょう。私処されちゃうんでしょうか。せめて遺言を。自制の死を。針に吊るされ、針に泣く女、はらりと涙を。ベルナデッタ殿、私は注意しに来ただけです。針を持ったまま出歩いて転んだり人にぶつかったりしたらどうします。そのような危険な真似は絶対にやめて。まさか気を失っているのですか。立ったまま、はあ、放っておくわけにもいきませんか。おい、知ってるか？ドロテアさんって孤児だったらしいぜ。へえ、猿名高い貴族に取り入って修道院に入学したって噂もあったよな。この学校には場違いじゃねえか。なんかがっかりだな。言わせておきなよ。リン君、やだ、脅かさないで。君が勝手に驚いただけで脅かしたわけじゃ。まあいいや。それよりあんな陰口、昔のことだよね。甘いものでも食べて忘れよう。僕もよく陰口を叩かれるけどね。好きなものを食べるとどうでもよくなるよ。あなたと一緒にしないで。そんな簡単に割り切れたら苦労しません。別に難しいことじゃないと思うけどな。何が問題なんだろう。ああ、もしかして前に君が言ってた自尊心ってやつ。全然違いますから。じゃあリン君、一人にしてちょうだい。お願い。いいけど、自分の生き方は自分のものだよ。他人の言葉で変わるようなもんじゃない。それに、あ、ごめん、つい話しちゃう。やめるよ。
この薬はこっちと。お？ベルナデッタじゃねえか。何してんだ？助けてー。お？助けが欲しいのは俺なんだけど。まあいいや、自分でやるぜ。俺としたことが情けねえ。喧嘩の仲裁ですりむいちまうなんてよ。あいつら喧嘩してたくせに急に手を組んで俺に向かってきやがって。おいベルナデッタ、お前喧嘩したことあるか？喧嘩？私喧嘩売られてるんですか？ベルの負けでいいです。喧嘩なんか生まれてこの方したことないですよ。本当かよ。お前そんなんだから友達いねえんじゃね。引きこもってねえで外に出ればすぐに友達なんかできるぜ。外に出ればすぐに？そんなわけないじゃないですか。自分はできるからって他の人ができると思わないでくださいよ。え？できるに決まってんだろう。この前なんかひってえ喧嘩したばっかの相手と友達になれたんだぜ。確か一緒にすっげえ景色を見てたら仲良くなっちまったんだよな。とりあえずその景色見せてやれ。よし。浮いてうっせえな、担いでるだけだろ。ほら行くぜ。よっしゃ、着いたな。どうよこの景色。死んだ。私死にました。すごい勢いで天地を駆け抜けました。はあ、お迎えが来てます。魂が現れるような夕焼けです。おい行くな、ベルナデッタ。あの夕焼けは本物だ。あれ、ここは一体？あ、でもすごく綺麗。素敵な場所ですね、ここ。パスカル君、ちょうどよかったわ。頼みがあるの。なんだよ改まって。俺にできることなら何でもやるぜ。ありがとう。それじゃあ私の部屋に来てくれるかしら。寮の部屋か。何の頼みなんだろう。次はあの棚を持ち上げてくれるかしら。裏側にホコリが溜まっているはずよ。まだやんのか。つーか寮なんだからここまで掃除しなくていいだろう。何言ってるの。次に使う人が気持ちよく使えるように綺麗に保っておかなくちゃ。この部屋が終わったらあなたの部屋も一緒に掃除しましょうか。勘弁してくれよ。訓練する暇がなくなっちまうじゃねえか。あ、そういえば私も出かける約束があるんだったわ。今日の相手は顔も家柄もそこそこだからちょっと気合を入れて臨まないと。しかしお前いつもいつも男と出かけててよく飽きねえな。飽きるわよ。でも将来のためだものね。俺の訓練みたいなもんってことか。なら仕方ねえな。私のやってることがあなたの訓練と同じだって言いたいの？そうだよ。何かおかしいか？俺は貴族とはいえ次男だし、武勲を得なきゃ将来何にもなれないかもしれん。だから戦場で活躍できるように毎日欠かさず訓練してる。お前の場合は平民だし財産もないから将来のためにいい相手を探してるんだろ？そこには何の違いもないって俺は思うんだけどな。そうね、みんながそう思ってくれればね。じゃあカスパル君、将来のためにそれぞれ頑張りましょう。ああ、お互いいい結果を残せるといいな。和んじゃう。
やっぱりお花は一人でめでるに限るな。日頃の嫌なこともお花が癒してくれる。みんなお花みたいに話しかけてこなきゃ怖くないんだけどな。あら、エルちゃん何してるのかしら。貴族のみんなは怖いからな。あ、でも平民の手の人は、はあ、ドロテアさんとか素敵なんだけどな。人気者だしキラキラしてるし。けど私なんかが仲良くできるわけがないっていうか。どうしたの？ドロテアさん、今の聞いてた？仲良くできるとかどうとかって、もしかして気になる人がいるの？あの奥手のベルちゃんがね、なんだか嬉しくなっちゃうわ。誰？ドロテアさんとお近づきになりたいなと思って。あら、私と？男じゃなかったのね。でもなんで？そもそも近づく必要があるほど疎遠だったかしら、私たち。そんなんじゃないけど、私怖がりだしなかなか友達が。でもドロテアさんと仲良くできたらいいなって思うんだけど、ちょっとあの過去の思い出がベルを邪魔するっていうか。一体どうしちゃったの、ベルちゃん。私ならいつでも大歓迎よ。とっくに友達だと思ってるしね、私たち。だから、やっぱり無理です。これ以上仲良くなったらお父様が。待って、お父様。
先生、奇襲、有利を思います。焦らず戦おう。舞台に上がるより緊張するわね。綺麗な花にはトゲがあるのよ。戦いの空気苦手だ。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。私、遅れ取りません。まだまだ学ぶことは。行きますか。次もうまくいくとは限らないよ。私の力見せてあげる。
私だって鍛えてるのよ。情けない。誇るほどの敵ではありません。貴族の力を知れ。高貴なる者の力見たか。やる以上は勝ちたいね。
僕にやられるのは嫌だろうね。経験もっと活躍を見せて。死ぬにかけるに足りませんね。ままな。ついてみてよ。全てはエーデルガルト様のため。これで思った。Thank you.
行きますか。私の力見せてあげる。焦らず戦おう。舞台に上がるより緊張するわね。思っていた一員。戦いの空気苦手だ。おっしゃ、行くぜ。先生、奇襲有利思います。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。支援感謝します。花にはトゲがあるのよ。私だって鍛えてるのよ。思ってた。いい勝負ができたね。
加減すべきだ。花にはトゲがあるのよ。負けるつもりはないわよ。滋賀にかけるに足りませんね。また一人ありがとう。またつ負けるはずもないわ。一歩前この経験は糧になる。感謝する。よ
くやってくれた。感謝する。やあ、と、どれ？また訓練、精が出るわね、カスパル。は、た、誰は、うら、うわ。エーデルガルト？いるなら声かけてくれよ。驚かせるな、もう。かけたわ。まあいいけれど。それより、なぜそれほど必死に訓練するの？訓練を怠らないのはいいことでも、やりすぎは体に良くないわ。あなたの腕前は、皆の中でも一二を争うほどなのだから。本当か？エーデルガルトにそう言われると嬉しいな。だけど訓練はやめられねえぜ。俺は部でしか身を立てられねえからな。そう、あなたは確かベルグリース家の次男だったわね。ああ、領地は兄貴が継ぐ。親戚も多くて、独立しようにも何がもらえるかわからん。だったら己の腕一本で何かをなさなきゃならねえだろ。そうね、貴族とは難儀なものだわ。すべてを継ぐ者に苦しみがあれば、何も継げぬ者にもまた苦しみが。は？何言ってんだよ。俺は別に苦しんじゃいねえって。俺の未来は俺が切り開く。何も継がねえことのどこに苦しみがある？何でも自分を基準に考えるのがエーデルガルトのよくねえとこだよな。カスパル、その言い方、喧嘩を売っているのかしら。いや、そういうつもりは全然。あ、でも喧嘩なら受けて立つぜ。カスパル、私は喧嘩したいわけではないの。いいわ、訓練を頑張りなさい。私は行くわね。何なんだ、相変わらずよくわかんねえの。うらまだだ、まだいけるぜ。俺はカスパルだ。なんだよヒューベルト、こんなとこに呼び出してさ。今日の訓練の様子を見たのですが、ひどいものでしたな。はあ？何をだよ。貴殿は攻撃の合間にもしきりに叫ぶのが癖になっているようですが。うん、その方が勢いがつくからな。それがどうかしたか。命が惜しければやめることですが、危険極まりない。何が危ねえんだよ。言いたいことがあんならはっきり言えって。わかりました、ならば言わせてもらいます。貴殿一人が犬死にするだけならここまで強く言うことはないでしょうが、貴殿の行いは貴殿自身だけでなく味方をも危険にさらすのですから。だから前置きが長えんだよ。仮に戦場で同じように声を出したとしましょう。それを聞いて次の行動を読む敵が現れる可能性は高いですし、突然の大声に驚いた味方が武器の扱いを間違えたらどうしますかな。隠密行動の時に思わず声を出してしまい、敵に察知されることさえ起こりうる。いや、さすがに俺だってそんな真似はしねえよ。出すときは出せ、出さないときは出さない、切り替えるっての。カスパル殿、実戦では訓練以上のことはできません。いざ戦いとなれば皆必死になります。自然と声も出てしまうのですよ。うるせえな。できるったらできるぜ、見てろよ。西、ブリギットの方角を見ているのですかな、ペトラ殿。はい、そうです。
私時折海峡の思い浮かびます。まだ戻る予定ありません。しかしブリギット、遠く感じるです。確かにかなりの距離がありますからな。海を越えねばなりませんし、それ以上に軽々しく帰れない状況が故郷を遠くに感じさせるのやもしれません。それある思います。私まだ帰れません。私ブリギット戻る。その時新たな王なり治めるためです。帝国との関係抑止、ブリギット属国脱する望みます。貴殿なら必ずや実現できるでしょう。エーデルガルト様ほどではありませんが、貴殿も立派な王になるだけの才覚を持っていると思いますよ。それを邪険にするエーデルガルト様ではないですから。私エーデルガルト様ほどではない、ありませんか。もちろんですとも。貴殿の優秀さは全く否定しませんが、それでも我が主には届きませんよ。仮に帰国した貴殿が帝国に対して再び反旗を翻したとしても、我が主なら完膚なきまでに叩き潰せること疑うべくもありませんからな。それ才覚の差違います。国力の差、私思いますが。もし同等の条件で戦っても我が主が勝ちますよ。歴史もしありません。私とエーデルガルト様の差歴然です。しかし私負けませんから面白いですな。それが大言壮語でないことを願いましょう。おっしゃー、今日も訓練と。ペトラ一人か。カスパル、精出ます。訓練共にする、しますか。おう、やるか。あなた最近鍛錬変えました。上達、私知っています。新しいやり方、私望みます。相手願う、できますか。お前よく見てんな。確かにちょっと鍛錬を変えたんだ。そのおかげか前より腕とか足とか動きのキレが良くなったんだぜ。やはりですか。教授楽しみです。あなた強くなる。同じく私学び強くなる。良い関係です。ああ、お互い頑張ろうぜ。なあ、ペトラ。はい、何か聞くですか。あ、いや、何でもねえよ。さっさと鍛錬始めようぜ。何でもなくありません。言いたいこと言う、私聞きます。本当に何でもねえって、気にしないでくれよ。わかりました、聞きません。では二人高め合い。なあ、もう。お前知らねえのか。知る、何ですか。俺の親父のことだよ。あなたの父、帝国の軍人、とても優秀、聞きました。そうじゃなくて、ダグザとブリギットの連中が帝国に侵攻してきた時のこと。俺の親父は軍を率いて迎え撃って、上陸した連合軍を残らずぶっ潰した。その中にはお前の親父だって。なのになんで俺と普通に話せるんだ。俺は仇の息子なんだぜ。それいつ知るでしたか。ついこの前だよ。それまで俺は何も知らなかった。あなた知ってしまうでしたか。ペトラ、クソ、俺はどうすりゃ。
テア、私一つ聞きたいことあります。あら、何かしら。何故あなたガルグマク来ましたか。あなたの目的皆と違うですよね。そうね、みんなは貴族の跡取りだったり出世を望む野心家だったりしたものね。士官学校に入学した時から私だけちょっと毛色が違っていたかも。私玉の輿に乗りたいのよね。いつまでも歌姫ではいられないでしょ。それにずっと帝都にいるよりはいろいろ見聞を広められるかなって。だからここでいろんな男に声をかけていい人がいないか探してるのよ。玉の輿、宝石座るですか。硬そうですがぼんやりわかります。まあだいたい合ってるわね。しかしあなたは私よくする、大変ありがたいです。なぜ私声かけてもらえますか。玉の輿できない相手です。別に損得とは関係ないところで付き合う相手がいたっていいでしょ。なんとなく仲良くしたい、それだけじゃダメ。いいえ、嬉しいです。私も仲良くする望みます。しかし私あなたと同じ損得、付き合う相手考えます。あら、そうなの。私と一緒なのね。けれども私もドロテアと仲良く望みます。理由わかりません。それはあれかしら、帝国貴族に苦労させられた同士とか。確か私苦労しました。あなた苦労した同士、同士でしたか。やっぱりそんな気がしてたのよね。もうこれは心の友と言ってもいいわ。もっと仲良くしましょう。